されまして、今大会は2打点をマークしています。送りバント初球で入ったと思うんですがね、初球三塁ランナーの中本の動きを注目しながらお伝えしていきましょう。ズバッとストライクを取りました久保田。中西にはスクイズの気配はありません。今のは誘った球と見てよろしいですか。そうですね、まあ、昨日のゲームをね、じゃないですかね、はい、7番のキャッチャーの横田です。中西横田のバッターの時はこの回はこれ中西横田を迎えてストレート系は何を狙うか。詰まりました。片手スリーアウト。第3打以降、三塁ランナー。